こんにちは、アマチュア三段のユーキャンです。僕は初段になるまでにすごく伸び悩んで長い時間がかかりました。この経験を生かして級位者の皆さんの役に立つ情報をお伝えしたいと思います。今日の内容は優勢の将棋を勝ちきれないという悩みについてです。優勢の将棋を勝ちきれないっていうのはですね、すごくよくあることですよね。そうなるとですね、結構こう自分弱いなとかって落ち込んじゃったりとかね、すると思います。今日はそういう人の悩みを解決するということをテーマにしたいと思います。僕もですね、やっぱり優勢の将棋を級位者の頃はですね、すごく逆転負けで負けるっていう、落とすっていうことが多くてですね。でただですね、最近になって少しそういうことが減ってきたなっていう感じがします。完全にゼロにはならないんですけれども、こうすることで、優勢の将棋を勝ち切れるんじゃないかなという方法が2つありますので、今日はそれを紹介していきたいと思います。まずですね、そもそもなんですけれども、優勢の将棋を勝ち切るっていうのはですね、難しいことだと思います。ですので、負けて優勢の将棋を逆転してしまってもですね、まずは落ち込んだりとかね、自己嫌悪とかね、そういうふうにはならない方がいいですね。結構こう、劣勢の将棋とかだとですね、もう思い切ってもう負けてるから攻めてみようって言ってね、それが逆転につながったりとかって結構気が楽なんですけれども、優勢の将棋を勝ち切るっていうのはね、ここまで来てるんだったらもう勝たないとなとかね、プレッシャーを感じたりとか、いろいろな要素があって複雑で難しいですので、もしそういう風な状態、優勢だったけど負けちゃったっていう風になってもですね、まずはあまり落ち込まないようにしましょう。それからですね、振り返りをしっかりしてですね、ここまでは確かに優勢だったんだ、ここで間違っちゃったんだっていうことでですね、しっかり、自分の悪かったところをですね、抑えておくようにしましょう。まずは心構えとしてはそちらですね。では本題ですね、具体的にじゃあ優勢の将棋を勝ち切るために、どうしていいのかっていう、2つの方法ですね。まず1つ目ですね、1つ目はですね、時間を使ってしっかり考えていくことですね。できればですね、持ち時間がまだ残っているっていう状態であれば、少しずつ時間を使いながら行って行って考えていくのがいいですね。ただ優勢になった終盤とかってね、持ち時間が残ってるっていうこともあんまりなくて、秒読みのことが多いんじゃないかと思います。そんな時にはですね、例えば30秒の秒読みとかだったら、行って、時間をしっかりこう30秒ギリギリまで使うとかね、そういうふうに時間をしっかり使いましょう。というのもですね、理由としてはですね、優勢になって、もうこれは勝ちだなっていうふうに、急いで、指している時にですね、読み抜けが起こってしまうというのが逆転の原因だからですね、これで大丈夫だろうと思ってあまり考えずに指すと。ただそれが、思わぬ相手の勝負手とかね、読み抜けとかがあったりしたら、そこから逆転してしまうっていうのがすごくよくあります。ですので、優勢だと思っても油断をせずにですね、行って行ってしっかり丁寧に読んでいきましょう。はい、それからでは2つ目ですね、2つ目のポイントとしてはですね、優勢の時にもですね、最善の手、最速の手は何かということを考えていきましょう。その方がですね、しっかり勝ち切ることができると思います。僕がですね、最近結構うまくいってる例なんですけれども、優勢のと将棋を勝ち切る時の方がですね、割と危機感がある状態ですね。これか今の将棋は優勢だなって思うんですけれども、ちょっと決め手が見つからないなっていう状態がの時にですね、うまくこうそれをよく活かしてというかですね、張り詰めた状態で最善の手は何だろう、最速の手は何だろうって考えていくことでですね、しっかり勝ち切る、こういうケースが多いですね。もう勝ちだと思ってね、雑に指してしまったりすると、そこから逆転につながるということがあります。ですので、優勢だと思ってもですね、一番いい手は何だろうということで、気を抜かずにですね、しっかりといい手を探していきましょう。
はい、ということでですね、今日のポイントを振り返るとですね、優勢の将棋を逆転されることが多いと思う人ですね、これって結構将棋では起こることですので、まずそもそもで落ち込まないようにしましょう。それからその上でですね、ポイントが2つありまして、1つは、なんだっけ、秒読みで、秒読みとかね、時間をしっかり使うということですね。それから、2つ目ですね、油断せずに最善手を探すということですね。これをやっていくとしっかりと、勝率が上がっていくかと思います。ぜひですね、優勢になったらですね、こういったことを、考えながら将棋をしていっていただければと思います。はい、今日の内容は以上ですね。ユーキャンの将棋教室ではですね、こんな風に級位者の皆さんの疑問や悩みにお答えしています。この内容がいい、動画の内容ですね、いいなと思ったら、ぜひ将棋教室の生徒さんになってくれると嬉しいです。やり方は簡単で、チャンネル登録するだけですね。いいねボタンも押してくれたら嬉しいです。その他ですね、僕はツイッターでも毎日ですね、将棋に関するつぶやきをしています。こちらも見ていただければありがたいです。今日の内容は以上です。ありがとうございました。